はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。イエーイ。はい、今日は、はい、何の動画というと、いかんだ。いいよ、かんでる。いいよ。何の動画かというと、はい、今日は、アクセサリー紹介。あー、イエーイ。イエーイ。これも、見てくれてる視聴者、視聴者さんからの、うん、はい、ありましたね。ね、良かったっていうので。ね、要望でね。はい、はい、とう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 やりました。はい、とうとう、うん、お前らも要望を聞いてくれるようになったんやなって思ってますから。そう、これから要望を聞いてくれ今まで散々言ってたのに全然やってくれなかったじゃん、お前らな、とかね、うん、いやいや、よかったです。やりますやります言って全然やってくれませんやんとかね、それをちょっとやっていこうと。お前、タカさんさっさとやれよとかね、うん、お前口かけたよとか前で言うだけだからさせてやれよと。長いなこれありましたけど、俺でカットされんねんから。はい、やっと今日はアクセサリー紹介したいと思います。はい、なので、はい、こっからはまあアクセサリーなんで、うん、アクセサリーといえばこの男、ニューフェが、はい、アクセサリーといえばね、うん、引き出していただきます。これも入ってるんですか。それにこれもアクセリーに入ってるんですか。今日の俺のコーデの中でも開いてますね、うん、なるほど、なるほどね。ミスマッチだね。じゃあやめます。はい。却下。じゃあどんな感じで今日はちょっと進めていくんですか。今日、はい。じゃあ皆さんのアクセサリーショー、一人ずつじゃあやっていきましょうか。うん。あ、じゃあ逆に僕からいきましょうか。お手本を。はい。お手本を。お前から行け。じゃあゆうちゃんからお願いします。はい。わかりました。いってらっしゃい。はい。頑張れよ。頑張れよ。私はですね。まず、あ、上からいきますね。照れんなよ、はい、全く照れてないんですけど上からいくと、まず僕ね、いつもあの眼鏡をしてるんですけど、これ実は度入りなんですよ。本当に目が良くないので、まあサングラス兼眼鏡っていうのでチョコレンズを入れてるんですけど、はい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 、スマホタイム、眼鏡はアクセサリーですか。眼鏡はアクセサリーだと思います。おやつの、遠足のおやつのバナナ問題やなんでメガネはアクセサリー含みますか。だって、伊達メガネとかあるじゃないですか。伊達メガネって必要なくないですか。着飾るためのメガネなんで、アクセサリー、はい、アクセサリーだと思います、はい、張り切ってどうぞ。はい、いきますねはい、なので一応僕は、ちょっとお店でもアメリカ学びでも取り扱ってる、グルーバースペクタクルズ、見えますかねっていうブランドのメガネばっかりなんですけど、これは中でもフォッカーってモデルですね。これまた夏にちょっと別注でリミテッドカラーとか決まってるんですけど、これ僕のはツートンです今で、まあ、これはプラスチック系のメガネとかだとグルーバーはだいたい3、4万ぐらいするメガネなんですけど、まあ、それぐらい、まあ、ちゃんとクオリティで日本のクオリティで作ろうと思ったら、だいたいそれぐらいしてくるメガネだと思いますね。いくらぐらいすんだよ。さっき3、4万ぐらいって言いました、はい、はい。で次、ネックレス。僕ネックレスとか、まあ、ここら辺指、腕周りもなんですけど、意外と結構シルバーゴールドでこうコンビになってるものが多いので、これちょっと、これはオーダーで作った18金の細めの小豆チェーンとシルバーのフィガロチェーン、この辺は特にブランドがどうこうとかはないので、僕もトップをつけないスタイルなんで、まあ、ネックレスどこかのものを買ってもらってトップを外してもらう、つけないっていうスタイルだとこうなると思います。はい、まあ、チェーンだけで買ってもらってもいいと思いますけど、はい。で腕周りバングル、これはナストイズで、これいつやりましたっけ、一昨年ぐらい、この麻雀のやつ。これは、去年の頭か一昨年のクレアと思うけど、はい、にやった麻雀の展望のバングルですね。はい、本当に1万展望みたいなデザインになってるっていうやつです。とアメリカンワナビーのアーノリング、はい、これも18金コンビです。あとは、ナストイズのこれプレートリングですね。と、
これがツイストリング、これ両方とも、10金コンビです。これはちょっとあのスペシャル仕様でわざと2連でつけてるんで、まあこういう風につけてもらってもいいですよみたいな感じですね。はい、あと時計はこれベンチュラなんですけど、ハミルトンのベンチュラ結構多いですね。僕の周りはみんなハミルトンのベンチュラつけてる人、もうこれはねあの世界初の電池時計って言われてるんで。はい、質問。はいはい、ね、はい、あの、何聞きたいかな忘れましたけど、それいくらすんだよ。これはねハミルトンさんに行ってもらったら分かると思うんですけど、10万前後ぐらいじゃないですか。結構その時計欲しいと多いもんな、うん、ああベンチュラはね人気だもんね。ベンチュラのジャバラを説明しろよ。はい、これね一応ジャバラこうビューンって伸びるジャバラ ね、はい、ヘビみたいなデザインなんでジャバラって言われてるはずなんですけど、まあ、50年代にねエルビス・プレスリーがこのベンチュラをジャバラをカスタムして一世風靡をしたっていうジャバラデザインのものです。ありがとうございます。はい、でこのモデルはそっくりなのが現行でも出てるんですけど、僕のはちょっとグラッドハンドの10周年アニバーサリーだったのでのモデルだったので、ここに見えますかね、センスアニバーサリーとかが一応刻印されてます。見えてねえよ。はい、見えてないかもしれないですねすいません。見えてるよ大丈夫。僕ねあの外してもベンチュラになってるんで、ここタトゥーで、あすいません、いらなかったですね。こんな面白いな。はい、あとはこの腰回り、僕はこれ外しますね。ウォレットチェーンとウォレット、ここまでアクセサリーですよね。確かに確かに、はい、それはがっつりアクセサリー。はい、がっつりですよね。で、財布はナストイズでオリジナルで作ってる L 字のウォレットです。はい、それいいな、それいいな、ね、欲しいな。結構使いやすいですねこれに、あ、ダメですよこれ。まあ使った後のでもよかったら全然大丈夫ですけど。で、僕はね結構短めのウォレットチェーンスタイルなのでちょっとカスタムタイプで、まずこのヘッドが、ウィアードのジュエリー、昔の、パドロックウォレットチェーンで、このパドロック、あキーチェーンですね、すいません、パドロック南京錠がこう回るっていうね、ギミックのある、これなかなか超名作だと思うんですけど、はい、シルバーオール925のちょうだい。これはね、あげられませんね、大事なんで。のヘッドに、これって、はい、もう今売ってない。これはね、うん、ちょっと今、デザインが変わって売ってます。あ、そうなんや。これ多分当時のギミックだと今、うん、当時の値段が10万ぐらいで、うん、ウォレットチェーンタイプで26万ぐらいしたんですよ。で家賃、はい家賃、家賃、はい、で多分この形状で今作って出すと、ね、20とか近くなっちゃうじゃないですか。ウォレットチェーンとかでも、うん、30-40 とかいっちゃうと思うんで、もうわけがわかんないんで、はい、もうあげられへん。はい、確かに。でそこに、僕はさらにリンチシルバースミスの、このチェーンをカスタムして、でこういうジョイントでさらにカスタムしてるタイプですね。さらにお金かけてきた、はい、あの人。まあでもそんなにめちゃくちゃかかってるわけではないんです。まあ大人はねやっぱこう真鍮じゃなくてシルバーのウォレットチェーン使いましょうみたいな風習があったので、まあそれはやっぱ最低10万から出してくださいねみたいな、大人はっていう、はい、それ俺も教わった。はい、聞いたことあるでしょ。はい、なので一応そういうのに習うとこんな感じになりました。男は10万以上でそこに出さないとってことですね。はい、で僕はもう鍵も一体型です。なのでもうここに全部つけちゃってるタイプですね。あ、ありがとうございます、すいません。急に急にどうした、汗出せた。はい、僕はじゃあ以上です。だいたいこんな感じで普段つけてるものの紹介でした。イエーイ、はい、かっこいい。では、ただいまのりゅうちゃんの紹介採点したいと思います。はい採点採点やったんや満点です
ありがとうございます。すごい上手に紹介できたと思います。はい、僕はまあ基本的にはもう全てワナビーで買ってるんで、まあゆうちゃんの方からこう説明してもらった方が早いんかなと思います。これ外した、外してない、家賃いくらなんだよ。家賃言えねえよ言いかけましたね今。年収はいくらなんだよ。じゃあ僕は今日ちょっとメガネ、今は普段は今はかけてないんで。裸眼ですか。タダさんサングラスかけてますね。サングラス普段はかけてる、はい、今はちょっとかけてない、はい、普段はこのグルーバーですね、はい、このグルーバー同じブランドのメガネをいくつか使ってます、はい、で首からいきます。こうピアスは、ピアスはこれあのこれも俺アメ村でボディピなんですけどあのさ、あのさ、はいはい、お前らなんかなんでボディピやん。あのこれは僕もあのもう5年 6もっとか、はい、なんかねこのいなたい感じ好きなんですよ、うん、結構そうあれよね、はい、7年8年前にアメ村のシルバー屋さんで買った僕もボディピーです。はい、はい、この色違い的な、はいはい、ずっとそれだもん、ね、になります。そうですね、はい、確かに。で、あと首からいくと、はい、僕もあのチェーンだけなんですけど、はい、あたかさんもチェーンのみタイプ、これグラッドハンドのナロ、はい、ナローチェーン、そうですね、うん、ナローチェーン、はい、シルバーのナローチェーン、なんでチューリップ、それかっこいいですよね。うん、これはもうずっと気に入ってつけてます。なんだそのってこれなんでチューリップな。でこれも一応グラッドハンドのほんまトップがついてるんですけど、これもトップを外してチェーンのみで使ってます。これとちょっと、はい、形状似てますね。フィガロですね。フィガロ、フィガロっていうやつらしいです。はい、で、指がこれ3つ今つけてるんですけど、これ全部この2つか、親指と人差し指、これナストイズです。はい、こう見せてあげた方がいいかもしれない。こうか、はい、怒られた。怒ってないです。これがね、はい、これは一緒ですね、うん、さっき僕の紹介した一緒ですね。はい、このツイストリング、はい、ツイストリング、はい、これはシルバー、はい、シルバー925で、このプレートリングと今これタカさんつけてる、うん、このプレートがないバージョン、フレームリングっていうのがあるんですけど、これねあの真ん中が空いてて可愛いんです、はい、なんかおしゃれですよね。なんかね女の子からはねハートだハートだっていつも言われて、はい、これね違うよって言ったんですよね。違うよって言っていつも言って、はい、アトミックだよって、はい、アトミックのブーメラン柄ですね、はい、でこのピンキーが、はい、あーといえばもう分かりますよね皆さん、はい、ね、一緒です。アメリカマナビのアーです。アーですね。はい、これね一応僕らのファミリーリングっていうことになってるんで、うんうん、仲いい人はみんなつけてます。そうですね、はい、はい、で時計も俺もベンチュラですね。僕はベンチュラ普通のシルバーの、まあ、ごくごく定番のこれね、うん、余談なんですけど、はい、このベンチュラのここ、まあ、ちょっとアトミックみたいになってるじゃないですか、うんうん、こういうデザインをした人っていうのが実はあの車のキャデラックをデザインした人なんですよ。うん、それは男はみんな惹かれるよなみたいな。なるほどね、はい、確かにそういうのがあるしね。かっこいいですよね。かっこいい。ベンチュラはベンチュラはまあずっと時計はもう鉄板にいい、はい、つけてます。僕もね時計は好きで4つ5つほど持ってるんですけど、基本的にはもうずっとベンチュラ。嘘つけ。嘘ちゃうわ。つけてます。はい、はい、でウォレットチェーンはあの僕はずっとマネークリップなんでウォレットチェーンとかつけないんですけど、はい、左手はつけてないですか。多分左手今日は何もつけてないです、はい、ヘアバンドぐらい、うん、ゴムぐらいです。はい、はい、ね、であとまあウォレットチェーンつけない代わりに財布も紹介してあげてるんですか。財布紹介してアクセサリー、はい、アクセサリーですか。アクセサリーだと思います。財布は、はい、これもグラッドハンドのマネークリップです。はい、ちょっと今日はあんま入ってないんで見せたくないです。いくら入ってたよ。2000円です。リザード、リザード現金持たない主義、はい、これリザードの本革ですね。リザード本革、はい、そうリザードトカゲです。そう、マジこの、はい、見せて見せて。トカゲからそんな顔取れんの。そう、はい、これねあの内側が牛で外側がリザード柄、はい、これ大人ですよね、うん、そうこれね片押しじゃなくて本革っていうところがいいですよね。で俺小銭入れ持ってないんですよね。ただ小銭はしてますもんね。俺ね小銭はポケットなんですよ。ワイドスタイル、ジャラジャラ、ほら西成のおっさんスタイルでもう小銭はポケットに入れてます。はい、そういうおっているよね。でキーホルダー、ウォレットチェーンない代わりにキーホルダーをこんな感じでジャラジャラぶら下げてます。はい、それもグラッドのボトル、これはね
ですか。これもね、グラ両方ともグラッドハンドの、はい、カラビナとそのボトルのタイプの、うん、栓抜きになってますね。そう、栓抜きになってて、はい、こういう感じね。これ人気ですね、うん、すごい。で、車の鍵やら家の鍵やらガレージの鍵やらスタジオの鍵やらついてますけど、はい、1個ね、ちょっとね、おこれ金玉、これがね、あのジョン君にもらった金玉ね、はい、大事につけてます。金玉にホストなんですね。そうです、記念に金玉にタトゥー入れたら金玉もらった。そうですね、はい、こんな感じですかね、今日は。あとはまあ、うん、こんな感じですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、最近の最後、もうええんちゃう。いや、よくないよ。なんでやすか。いや、なおちゃんね、ちょっとつけすぎてて多いんですよ、うん、だからもう今から俺の紹介したらあかんなの。そんなことはね、パッパでいきますよ。巻いて、パパッと、はい、行ってまいります。はい、はいはい、最後、なおやですね。はい、いらっしゃい。はい、じゃあ頭から、あれ何してんの。んそれ、今ハンドルグリップつけてるから見えへん。ちょっと見えへん。はい、僕です。はい、頭から行ってください。頭から、あ、上の方からって意味です。ピアスから行って。はい、ピアスから。ピアスは、あの、僕はボディピットかやろうたちと違って、ほら、ちゃんとナストイズのピアスつけてくれてますね。はい、ちゃんとリュウちゃんとこの、はい、ありがとうございます。ナストイズのピアスを僕だけつけてます。はい僕だけしっかりと。これかっこいいでしょ。これかっこいいの見て、はい、これね、結構湾曲した、こういうのもちょっとね、アトミック調のデザインになってるんですよ。これ、おし、おしゅめです。はい、これね、大変大人気で超名作です。はい、ここはなんかボディピつけてますけど、はい、続きましてネックレスの紹介に行きたいと思います。はい、ネックレス多いからな。多いから私が隣に行きますね。はい、ルイちゃん来て。はい、行きますよ。はい、いらっしゃい。まず、こちら上から行きますね。はいはい、これ、ウィアードの多いな。これね、チェーンだけで売ってるんですよ。取る、まあ、取らんでも大丈夫。わかりますか、見えます、これ高さ見えてんのかな。ナットとスパナになってるんですよね。多いな。はい、のナットチェーンと、さらにこれのヴィンテージのノンスキッドタイヤをデザインを元に作られたノンスキッドトップで、これは僕らと一緒なんですけど、フィガロチェーンに、これウィアードのアイアンクロスのマサトさんとコラボのトップがついてますね。で、さらに、これさっきタカさんもつけてたグラッドハンドのナローチェーンです。で、さらにこれが今年の頭ぐらいに、ちょっと別注でリミテッドモデルで直屋がつけるためのアイアンクロスと僕のホットロットの鍵にするためのアイアンクロストップを作ったんですけどの、70センチの70だったっけ60だったかな70だったっけ。いや、70だと思う。70名古屋のそのナローで60やから。はい、うん、の、なんかそういうの大事よね、はい、長さね、うん、でこれね、多分ね、50センチ、55センチ、60センチ、70センチっていうバランスになってますね。正解。これ結構ね、計算してやってるんで4つですね。はい、もっとついてるように見えますけど一応4つですね、実は、うん、はい、本当だ、4つだね。はい、次。はい、4つもつけてんのかっていう。はい、指輪でーす。はい、指輪、はーい、じゃらじゃらついてますね。多いぞ。はい、じゃあこれ、多いぞ、見えますか指輪は。はい、なんかいっぱい、はい、いっぱいつけてます。はい、じゃあ行きますね。いってらっしゃい。こっち側からこうがいいかな。はい、さっき怒られたもんね。合衆せ。はい、じゃあこっちから行きますね。はい、これも、ウィアードのマサさんとさっきこのトップであったやつですね。トップのデザインと同じカレッジタイプの、ウィアードのリングです。ウィアードジュエリーっていうやつなんですけどね。で、この真ん中、これも、カレッジリングですね。ウィアードの新しく出てるウィアードジュエリーです。ほいほい。で、ここもアイアンクロスリングもあのウィアードジュエリーですね。こっちもついてます。はい、ダブル付けですね。同じやつが、これ新旧ですね。昔のやつと新しいやつとサイドデザインが違うのかな。あ、一緒か。違う、フォントが違う。フォントが違う。はい、はい、新旧で
古いのと新しいのです。でこっちは、これはファミリーリングですね。アメリカ学びの、はい、アーノリングと、はい。で、次、左手。こっちから、これは、ツイストリングです。これ一緒ですね。結構みんな一緒なんですけどですね。はい。出たがり。はい。コーヒーこぼしましたね。はい。次、タカさんもさっきつけてた、このフレームリング。あ、違う。これプレートリングですね。これ僕と一緒の方ですね。はい、のシルバーとアイアンクロスでしょ。でこれがさっき高さんのつけたフレームリングで、最後これもまたマサスさんとアメリカワナビーで制作したスカルのリングです。ありがとうございます。っていう感じで結構ついてますね。これはどこだったっけ。ブレスレット、あ、ブレスレット、これオーダーだったっけ。ブレスレットはごめんなさい、これ20第前半21人の時に作ったオーダーです。はい、ごついですね。逆の感じ、あのなんていうの、昔アメリカのコインをくり抜いてるんですよ、これ。はいはいはい、くり抜いて、あとはサタン、デビル、はいはい、目には、怖いっすね、目にはルビーが入ってます。これ21人の時作ったかな。ガルシアっぽいぽいですね、うん、ガルシアじゃないやん。違う、オーダーした。で、尻尾が、チンチンが蛇なんで、これは蛇、チッチ大丈夫だよ、はい、蛇で、こうやって止めます、これをっていうやつです。はいはい、これがブレスレット。腰回りとかは、はい、時計があります、まだ。あ、時計か。僕は L 人だ。はい、L 人、出たロード L 人。 L 人かっこいいっすね、これをつけてます。はい、この間、これもう一個、これレニー取られてるんですか。あげたんじゃないの。あげた、あげた、はい、何本か持ってて、これ一本はあのかの有名なレンクにあげました。はい、これもう一本のやつです。鉄仮面って言います。鉄仮面ね。ローレージの鉄仮面の四角、分かりにくいなった方、これピント合ってないもん、多分合っとるよ。僕もね、昔近づきすぎや、名古屋に誕生日でもらったから、だってこれ近づくか分かんないもん。そんなことないよ、これ四角の鉄仮面。そう、四角バージョン、はいはい、俺マルテカペン持ってる、まあ、テッカペン、ね、テッカペン、これ文字盤がうまいこと言えないんですけど、ここだけで時間とな、分が回っていって、うん、ヴィンテージなんですけど、すごいですよね、はい、これは結構レアなやつで、手巻きよね。手巻きです、ね、手巻きです。ロードエルジン、ベンチュラ好きな人は、はい、ベンチュラから入って結構ロードエルジンに行く人が多いです。はい、かっこいいです。はい、時計でした。はい、ベンチュラぐらいからもうあの電池時計になってますからね。クォーツに、はい、クォーツになってる、ね、これアンティーク好きなんで、はい、あとは腰回り、これ、あ、ベルトとかあったな。ベルトもちゃんと僕は、はい、ナストイズの使ってくれてますね。ベルトもこの服に合わせるっていう、この、はい、これがおしゃれらしいですよ。はい、ベルトナストイズです。はい、じゃあ財布とウォレットチェーンください。財布とウォレットチェーンは最後、じゃじゃーん。はい、ウォレットチェーンはこれウィアードのスパナウォレットチェーンですね。ここを引っ掛けるっていうおしゃれなスタイルのチェーンです。で、まあ、名古屋もこれちゃんとあのもう僕と一緒で一体型になってるので、鍵も、もうそのまま開け閉めできるようになってます。なんか家賃なんぼ。家賃は別に俺全然言っていいけど、あ、これは個人的にほらフォードのモデル T の初期の鍵です。おー、いいですね。そういうの結構レアなんですよね、はい、これフォードって書いてる、これ可愛いよ。それね、僕もあの乗ってないですけど、ラングリッツのこれヴィンテージのハーレーのツールボックスの鍵、いいね、ヴィンテージの鍵いいよね、はい、あとこれ友達がやってるジャップマザファカっていう、はい、財布は、はい、財布はうちのスタッフが作ってくれた、プレゼントしてもらったオーダーですね。スタッツのスタッフオーダーのアイアンクロスだぞ。プライスレスですね、はい、アイアンクロスで名古屋っぽいね。はい、2つ折りです。はい、はい、素晴らしい。僕は2000以上入ってます。はいぐらいですかね。はい、ざっと、まあ、みんなのアクセサリー紹介、はい、まあこんな感じでアクセス紹介、はい、やってみました。やっとできました。いや
そう考えたら一瞬でできましたね。ね、やれやれって言われたけど多分伸びないよこれ。なんでそんなこと言うの。やれって言って多分見てくれないと思いますよ。ファンいるやんか。見てねって言ったら見てくれるねって。見てくださいねっていうのを見てる人、まあまあいいや。ちゃんと言わないとそこは。はい、見てくださいね。じゃあ宣伝してくださいねって言おう。宣伝してください。そう、見てくださいねって言ったらもう見てる人やしな。うん、そう、あの宣伝してくださいね。ここでちょっと、はい、しがないチャンネル登録、嘘でもいいので、あの友達3人ぐらいに、うん、嘘でもいいんで、全然嘘でもいいんで、友達3人ぐらいに、なんか最近面白い YouTube あんだ、だからしがないって嘘でもいいんで言ってください。まあ今日はたまたまつけてたものを紹介させてもらいましたけど、まだね、はい、いろいろそうですね、お持ちですよね、皆さん。まあ普段も違うね感じもあると思うんで、そうですね、またまあいろいろ最近のマイスタンダードっていう感じですよね。はい、またネタに困ったらこういうのさせてもらいますんで、はい、はい、いろいろやっていきましょう。よろしくお願いします。ぜひです、はい、まあ、では、はい、ここまでがアクセサリー紹介編でした。はい、ではでは、またまた、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またまた